てて乗りました。上げて回って素早くクリア。まだ余裕があります、余裕があります。さすが世界的プロスケーター。お、米坂姿勢を低くした、姿勢を低くして、うまいうまい。いよいよ後半です、後半です。まずは道幅の狭いこの下り坂、うまくテールを使っています。決して先は急ぎません。ここはターンして十分にスピードを落としました。ステア、フェイキーオーリーです。後ろ向きのフェイキーオーリー、かなり高度な技です。うまい、ここも取りました。やってまいりました、ハーフパイプ。フェイキーでスピードをつけていきます。幅は90センチ、そして向こう側のパープパイプまで間隔30センチ飛び越えた、飛び越えました。オリーフェイキーです。まだまだ余裕がある。さすがは世界的なスケーター、米坂が乗りた、乗りました。またテールを使ってうまくスピードを落としている。今度は巨大なビッグキャニオン、ビッグカンキャニオンに入ってまいりました。これは本当に大きなキャニオンです。キャニオンからキャニオンへ間隔90センチありますが、一体どうやって飛び越えるのか。今飛んだ、飛んだ、世界の技、世界の技が今披露されている。そしてあとゴールまではわずかになってまいりました。ジャンプランプを越えればそこはゴール。